必ずやろう日本最高の朝ヶ豊かですこの動画を見てなるほどねなんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします3月7日のデイリーニュースをお伝えいたします中国ではですねま両会と呼ばれる2つの重要な会議中国人民政治協商会議とですね全国人民代表大会この2つが開かれるシーズンというものが到来いたしました 中国人民政治協商会議が3月4日から全国人民代表大会の方はですねこれかなり有名なんですけれども実はこれと並ぶくらいにこの中国人民政治協商会議というのも実は結構重要で。 でこの2つを合わせて、まあ、両方の会ということで両会というふうに呼んでいるわけなんですね。まあ、そういういうに呼ぶこともあるんだなっていうのもちょっとね頭の中に置いておいてください。でところでこの中国人民政治協商会議の香港の委員だったこともある、まあ、香港を代表する親中派と、まあ、言っちゃってもいいかなという、えー、そういう人にロブンズイといいう人がいるんですよでこの「ロ・ブン・ズイ」という人が。 この香港のメディアの名簿というのがあるんですがこの名簿に語っている内容がですね結構興味深いものだったので、まあ、今回ご紹介しようかなというふうに思っています。で了解が開かれる直前の、えー、この2月の末に、まあ、中国の国民参加のですね香港マカオ事務弁公室、えー、ここのカ宝流主任という、まあ、要はこの分野のトップですね これがまあ香港にやってきたたとということがありました、まあ、香港マカオ事務弁公室というのはまあ文字通りですね香港やマカオというものをまあ中国共産党中央政府がまあどうやってコントロールしていくかという、まあ、このえ仕切り方を決めるお役所というふうに考えればいいでしょう。でそのトップがですね、まあ、こう香港にやってきたわけなんですけれども、えー、このことについて、えー、ロブンズイ氏がですねその意図をまあ解説している、まあ、そういう記事になっているわけです。 で世間一般の評価としては香港・マカオ事務弁公室の主任がですねこの香港に今回やってきたのは目下、まあ、法制化が進められている香港基本法第23条についての具体的な立法化に関することではないのかなんていうふうに一般的には見られていたんですけれども実はそうではないんだよというこういう話です。まあ、私がこう言うとですね浅さん 香港基本法第23条の立法化ってそもそも何なんだよと、まあ、こういう疑問を感じる方が結構いると思うんですが実はこれはですね <laughs> 正確に話をしようとするとかなり入り組んだ話になっちゃうのでこの点はまあはしょらせてもらいたいなっていうふうに思っています一応簡単な説明だけ、えー、しておきますね2020年に開始された香港国家安全維持法というものがあったっていうのは 皆さんもね記憶あるかと思いますで、あの、えー、香港国家安全維持法というのは、えー、中央政府が作ったものなんであって香港政府が作ったというものではなかったわけなんですであの香港国家安全維持法と同じものを中央政府ではなくて香港政府にですね えこれを作らせようというのがま今のこの動きだというふうに理解してくれればいいかと思います建前としてはね中国と香港は一国二制度で別々のあり方なんです香港は中国とは違う制度の下で動いているんですとこういう話になっていながらなんですね香港の治安維持に関する非常にこの強烈な法律が 香港自身が決めたわけではなくて中国の中央政府が決めてそれに従わせているっていうのはこれはここのののの一国二制度っっててていいいうももを完全にに否定している罰の悪いものだっていことになりますよね香港の制度を中国政府が決めているってことになったらこれ「一国二制度」じゃなくて「一国一制度」じゃないか。 ここういういとにななってくるわけなんですだから香港自身にこの中央政府が決めた香港国家安全維持法と同じようなものを、えー、香港自身にやっぱり作らせたいと、えー、こういうわけなんですね。ところがロ・ブンズイ氏によると、えー、今回のこの香港マカオ弁公室の、えー、この責任者が、えー、この香港に来たのはですねそれが目的ではないんだってうこういう話なんですよ。まあ、こういういい話を、ね、聞いた時に いやいやいやそれは親中派のねロブンズイ氏がね中央政府の意向をごまかしているんじゃないかなんてねまあ思う人もいるんじゃないかと思うんですけれども私はねそうは思っていないんです。というのはですねもう作らせたい内容というのはこの2020年の段階でもうこういうもんなんですっていうのはもう出来上がっているっていうことにもなるしその内容を今公表したところでですよ 香港でこれに大反対するようなその集会みたいなことが開かれるかといったらもはやそういう状況にはないということも間違いないですよね。えつまり これを香港政府が立法化するということになったところでなんですけれどもこれに対してのまあハードルらしいハードルなんてまるでないっていう風に言っちゃっていいわけでえだからこれを立法化させるためにですね中央政府がこの香港政府のケツをたたきに来るみたいなそういう必要性って実は全くないってことになるわけなんですよ。 では何のために香港マカオ事務弁公室のですねこのトップがわざわざ今香港にやってきたのかということです。でロブンズ医師はですねこれについて3つの理由を挙げたんですけれどもその3番目というのがまあこれが一番重要だなというふうに私は思ったんですね。その3番目としてこの名法はどういうふうに書いているかっかというと 中央政府は香港国際金融センターの地位の強化と向上を非常に重視しているこれは香港と国家、まあ、要は中国政府の重大な利益に関わり香港マカオ弁公室のカー主任の今回の調査の最優先事項だはっきり言いますがこれが狙いなんですよ。こ、まあ、こんなことを言われてもね まだピンとこないなっていう人の方が圧倒的ではないかなと思うんで、まあ、この点についてこの記事がかなり正直なところをですね詳しく書いてるところがあるんでそこを紹介しようと思います。香港のののの国際金融センターの地位は今回の調査研究の最優先事項だ 香港経済が直面する困難に対して中央政府は国際金融センサーとしての香港の地位に最も強い関心を持っている。これは金融が香港の名脈であるだけでなく香港が中央政府に貢献する最も重要な機能だからだ。 香港が果たしてきた金融貿易海運の三大国際センター業務の中で貿易と海運については大陸側の都市である程度代替することができるが金融だけはできない。 香港は国際金融センターとして我が国最大の外国の資金を取り込める場所であり大陸企業の海外投融資の最も重要な通路であり人民元の国際化の重要な基地であり国際金融協力を強化する重要なツールであり我が国の対外解放において極めて重要でかけがえのない役割を担っている 中央政府は香港が中国大陸とニューヨーク、ロンドンなどの国際金融センターを結ぶ市場優位性を持つことを肯定的に評価し香港を通じてより多くの国際資本を誘致し中国本土の建設に参加することを望んでいるこれらは全て上海、深センでは実現できないことだ書かれている内容は理解できたでしょうか国際金融センターとしての香港の地位は中国の他の場所では代替できない そして国際金融センターとしての香港を通じて外国の資金が中国本土に流れ込みこれが中国の国家建設を支えているところがこの国際金融センターとしての香港の地位が崩れつつあるこれを放置すると中国経済に大きな打撃になる だから国際金融センターとしての香港の地位に手こ入れをしなければならないそのための調査を行うために香港マカオ弁護士のトップが香港にやってきたのだとこういうことなんですねここから中国の焦りというものが見えないでしょうか国際金融センターとしての香港を失ったらですね中国が回らなくなるのは目に見えているわけなんです だから何としてでも香港を死守しなければならない国際金融センターとしての香港を守らなくてはいけないこういうわけなんです裏返してみれば国際金融センターとしての香港は中国のアキレス圏でありここにダメージを与えられるかどうかというのはこれは中国経済の今後にとって 決定的に重要なんだとこういうことになるわけなんですではなぜこれまで香港が国際金融センターとしての地位にあったのでしょうか香港ではしっかりとした法整備があり法律によって物事が動き法律に違反しなければ処罰されることは全くなく自由に経済活動ができるということがこれが大きかったと言えるわけです もちろんこの中国経済が巨大になりにつれてですね、まあ、中国とのこの結節点となるこの香港の、えー、その国際的な役割というものが非常に大きくなり国際金融センターとしての香港の地位が高まったとこういう側面も強いということにはなります。ですがこの在り方自体がですねこの現在習近平体制の下で完全に覆っていく流れになっているわけなんですよね。 中国大陸においては自由な経済活動なんでもともと制限はされていましたがもうどんどんんこの制限が強くなっている状態ですよねマーケットの調査を行いその結果について顧客にこう伝えていく、えー、こういうことですらですね中国の国家安全を脅かす可能性があるなんてされてですねそんなことをやるやつはスパイだと言って捕まるかもしれないというそんな状態になってもいるわけです。 独裁者の意向によってですね別に明らかに法律違反を犯したなんていうそういう話では全然なかったとしてもこれは捕まえられるかもしれないなんてことも現実に発生してますよねそしてこの流れが香港にも徐々にこの及んできているというのがこれが実際なわけですよ。こちらの記事をご覧ください こちらはこのアメリカ大手法律事務所レイサムワトキンスが中国香港関連のデータベースとそれ以外の国のデータベースを切り離して相互にこうながらないようにすることを決めた。 えー、つまり例えばこれ香港から、えー、この外国の、えー、このデータベースにアクセスしようと思っても、えー、もうこれは別々のデータベースになって遮断されててね、えー、この利用ができないようにする、えー、こういうようなことを報じているものなんですね。 で普通に情報ですからねこのグローバルにやり取りできた方がこれ楽なわけなんですけれども,もう中国がこれを認めないという動きになっているのでこういう対応を取ることが必要になってきているわけです。でレイサム・アンド・ワトキンスに所属するこの弁護士にはですねこの数ヶ月前から中国本土に出張を求められた際にはですね 普段使っている業務用のパソコンをこの中国に持ち込まないようにしてくださいねとねえそういう要請というものがまあ行われるようにもなっていたんです。 でこうした動きははレイサマンントキンスに限られるものででないんですね例えば大手会計事務所のデロイトと KPMG もですね2023年に香港出張時には自分の携帯電話を香港に持ち込まないでプリペイド式の携帯電話を別途用意してですねそれを使用するようにというふうにこれ幹部に勧告をしているということがありましたこれと同様の動きはコンサルタント会社のマッキンゼイでも確認されています こういうことが様々ある中で、多くの外資系企業が香港拠点というものを縮小する動きに出たり、香港に置いていた本部機能をですね、他の地域、例えばシンガポールであるとか、東京であるとか、こういうところに移転させるというようなこともやっているわけなんです。そうするとこの全体構図が見えてきませんか。習近平がこの自らのこの独裁者としての地位というものを守ることをこの三優先する状態の中で。 国家安全なるものをこう全面的に押し出して取締りを強化する自由なことは許さないそんな動きをどんどん強めていくから、えー、これで、えー、その自由な経済活動というものが損なわれるようになりそれに嫌気した外資がどんどん中国や香港から外へ逃げていくというこういう動きをしているわけですよね。ここの根本的ななところに関してはは習近平は改めるつもりなど 一切なないわけなんですよねだから香港のこの自由がものすごく大事だという話になっているところに香港自身にですねその国家安全維持法の,、えー、その香港政府バージョンをですねちゃんと作らせようなんていう、まあ、外資系企業からすればですね神経を逆までされるようなことを、まあ、同時に平然と進めるということにもなっているわけななんですですそうでありながらなんです。 香港のこの国際金融センターとしての地位を何としてでも守らないと中国経済が回らなくなるからこれをどうにかするための手こ入れ策というものをお前らちゃんと考えてまとめて提出しろとまあこういうことを習近平に言われてですねえこの香港マカオ事務弁公室の主任が わざわざ香港にやってきてそのための調査研究をやっているというこういう構図になるわけなんですそうするとこれに対する完全な回答はどうなるのかと言ったら今の締め付け政策をやめるのが最善なんですってこういう話になるんですけれどもそれを習近平に伝えるのは無理ってことになりますよねそんなのは口が裂けても習近平には話せないという ここういういいとにななってくるじゃないですかそうするといろいろ調査していろ、まあ、んな言葉を集めながら、ね、ああした方がいいんじゃないかこうした方がいいんじゃないかみたいなのを、まあ、大したことのない、えー、その手こ入れ策としてまとめ上げた上で、まあ、それをもっともらしいものに見せかけて習近平に報告するしかないわけなんですけどじゃあそれを実施したところで根本的な解決になるかって言ったら全然ならないから。 香港の没落を止めるということはできないよというこういう話になるわけです。まあ、この一連の流れから見ていてもなんですがこの習近平体制が続く限りこの中国経済は詰んでいるということがはっきりわかるんじゃないかってことになるんです。そして我が国がが国やるべきことといった場合になんですが 香港からの金融人材の受け入れが極力スムーズにできるようにしっかりとしたお膳立てをすることなんですけれどもねこれが十分にはでできてなないわけなんですよね日本だとある書類をあるところに持っていくと「これはうちではなくてあっちです」とか言われたりとかね。 えでまた向こうに行くとこれを停止するためにはあっちの役所に行ってこういう書類を取ってきてもらわないとできませんとかっていうこのバカバカしい話があってえ実は香港の人材結構東京に来たがってるんだけれどもえもうそれはもうちょっと東京は無理だねって言ってシンガポールに行くっていう話がまあ決まっちゃったなんてこともですねまあポツポツ耳には入ってきたりします。 しかしながら東京がですね再び国際金融センターとしての地位を取り戻すということになった場合ねえこれは我が国の経済を押し上げるのにも非常に大きな効果を持っているものでありさらに中国経済を加速させるのにも非常に大きな効果を持つものでもあるのでねえこういうところはちゃんと考えようよって私はまあ言いたいっていうところがありますま。東京がね えー、その香港に代わるような国際金融センターとして復活しなくても、まあ中国経済はまあこのまま没落していくっていうのはまあね、まあ間違いないところではあるんですが、せっかくそれだけのチャンスがあるのに、なんでこれ利用できないんだろう、もうもどかしいなというふうに私自身は思っているところもあります。必ずやろう、日本最高、朝川豊でした。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。またベルマークの通知設定をすべてに切り替えていただきますよう合わせてお願い申し上げます。 e aí